ウィング代表の茨城です。今回も前回に引き続きまして、ファイヤートーナメントのお話をしたいと思います。1992年の8月に船橋で開催しましたミスターポーゴのデビュー20周年興行、ポーゴの相手として全米のいわゆるウィングの仮面団体から募って、予想以上のレスラーが参戦を申し込みまして、その中から選んだ選手16名ですか、8名ずつの2回に分けて日本でトーナメントを開催したわけですけれども、今回は前回に引き続きまして1992年の4月に開催しましたデザイアフォーブロッドの開幕戦から初参戦しましたタグボート・テイラー、それから、それ以前に FMW に参戦しました、モンゴリアン・ムーラー、そのお二人がですね、開幕戦で、公式戦ではないんですけれども小手調べという感じで、タグボート・テイラーは三宅亮、そしてモンゴリアン・ムーラーは島田博史を相手にして、試合を行ったわけですけれども、この試合の後、二人はトーナメントに参戦しましてですね、公式戦ではそれぞれ初戦で敗退してしまったんですけれども、4月の7日の岐阜においてタグオート・テイラーはケビン・サリバンと、それからモーリア・ムーラーをジャイアント・キマラを相手にして初戦で姿を消してしまったんですけれども、やはりその2人とも巨体を生かしたフォースファイトでかなりいいところまで行ったんですけれども、やはりいかんせんタグオート・テイラーはケビン・サリバンが相手で、そしてモーリア・ムーラーはジャイアント・キマラを相手にしたんで、その個人が悪かったと言いますかですね、そんな形で敗退してしまったんですけれども、タグオート・テイラーはその後、その翌月ですか、ウィングジュニアヘビー級の初代チャンピオンを決めるとリーグ戦に参戦しましたシャズの父親なんですけれども、またそのモゴリアムーラーは以前その FMW にも参戦しまして、途中でフェードアウトしてしまったということなんですが、ウィングのファイトスタイルが水に合ってたのかどうか分かりませんけれども、その後のシリーズにも参戦したりしました。この2人絡みの、先ほども申しました通り、公式戦ではないんですが、それぞれが得意のパターンで、それぞれ勝利を挙げた一戦をご覧いただきたいと思います。それから、その前にですね、ペルトリコ軍団、ビクター・キニオネスが率いるペルトリコ軍団、それからケビン・サリバン率いるケビン・サリバン軍団の、それぞれの参加選手なんかのプロモなんかも合わせてご覧いただきたいと思いますけれども、それからですね、今回、参戦したこの8名、日本側からは徳田が参戦したんですけれども、残念ながら、決勝戦には進出することができず、敗退してしまいました。この第一次ファイヤートーナメントを予想通りといいますか、大物ケビン・サリバンとジャイアント・キマラが最終的に、勝ち残りという形になりまして、最終戦の愛知・江南において受ける、決勝戦といいますか、ここで、ケビン・サリバンがジャイアント・キマラをリングアウトに葬って、第一次ファイヤートーナメントの、優勝者といいますか、第二次ファイヤートーナメントに駒を進め形になりました。6月に、開催しました、第2次ファイヤートーナメント、ここにはですね、まだ見ぬ強豪というんでしょうかね、自分にとっては、エリック・エンブリーという選手、それから、マスクド・インフェルノ、ルーシファー、サモアン・ウォーリアー、それから、5月の初来日で一気にブレイクしましたジェイソーダ・テリブル、そしてなんとレザーフェイスがこの時初来日をしまして、まだその日本のというかウイングの水になれる、ファイヤートーナメント決勝進出にはならなかったんですけれども、あと日本側から松永と金村がそれぞれエントリーしたんですけれども、金村は開幕戦の大宮でヘッドハンターズとの絡みデスマッチを行いまして、ウンソルトを受けて頸椎損傷といいますかという形で先日、本来はその、なんですかね、前線参戦の予定だったんですけど、初戦でそういう大けがに見舞われまして、胸にもそのファイヤートーナメントへの出場ができなくなってしまったんですけども、実質上7人の選手によって争われることになりました。この第2次ファイヤートーナメント、最終的には
勝ち残った松永がケビン・サリバンと相対してミスター・ボーゴ対松永という2人によって、ファイヤーデスマッチが争われることになったわけですけれども、この第2次ファイヤートーナメントコーション危険な警告というシリーズ名がついたんですけれども、これは9日間で全6戦行われまして、7月17日の、静岡浜松から始まりまして、最終戦は名古屋の、国際会議場で行われたわけなんですけれども、ですね、まあ、先ほど言いました、また足にとってはそのまた魅力をもの一人であったエリック・エンブリーが初戦で、金村と対戦することになっていたんですけれども、まあ、金村が怪我のため、不戦勝という形になりまして、この日はですね、プレミアサバイバーリーグですか、これで、まあ、徳田がケビン・サリバンに挑んで負けた試合なんかもありましたけれども、それも、まあ、連日のように、ワイヤートーナメントを行われまして、最終的には松永が決勝戦、いわゆる8月の船橋のワイヤーデスマッチに駒を進めた形になりました。まあ、結構いろいろな選手が出ましたけれども、まあ、映像が残ってないというのがちょっと残念なんですけれども、それでは、ご覧ください。You know who we are? My name is Victor Quiñones, and I got the winner of the Fire Death Match right here, the Super Invader. And I got the challenger of the Fire Death Match, Mr. Pogo, right here. And we're gonna be the champions of the Fire Death Match. You hear me?Mr. Pogo, let me tell you something. The Sheik has many armies. This is the Mongolian Mala. This is the Tasmaniac. And you know who I am, Pogo. You are supposedly the master of the death match. You are supposedly the master of the fire match. My master, the Sheik, has shown me, has shown the Tasmaniac, and has shown the Mala how to throw the fire. Listen, Pogo.20 years your anniversary's coming. You are supposedly the master of all the matches. Pogo, I don't think you're gonna make it for 21. My name's Tugboat Taylor. If you don't know me already, you're gonna get to know me. And one thing else, Wings Promotion is for Tugboat Taylor. That's where all the tough competition is. Desire for blood, that's why I'm here. Blood and money, baby. Blood and money.新潟市千里プロに本勝負を行います。赤コーナー205番の三宅健吾、赤コーナー346番の田久保智吾天太、
지금 이 시간 5분 계획은 5분 계획은 타이밍에 따라 주시오. Japan, I want you to listen, Claire. You see, especially Mr. Pogo, this is the man from Mongolia, the Mongolian Mauler. He has lived on the plains, you see. He knows no fear, Mr. Pogo. Death matches? Are you kidding me? As a child, his family was eradicated. You see, Mr. Pogo. 다음에 이 지금 마치 살리풍 입본 쇼부 권하이마스 아가고네 이혁이 듀더 판로 시마나 히우시 아가고네 살미크 듀더 판로 몬무리안 무단와
チャンピオンの指標モンゴリアン・ルーバー選手の勝ちでございます。